昔ある村の上に消えない雲が現れてね、雨も降らず日もささず、来る日も来る日も曇りのどん天。おかげで村の畑は荒れ放題。そんなある日、ジャック、うちもとうとうこの牛が乳を出さなくなったからね、雲の外の町でお金に変えておいで。ああ、この雲なくならないかな。望めば叶うぞ。植えるとたちまち天まで伸びる魔法の豆じゃ。欲しいならその牛と変えて死んぜよ。不思議な老人の話を聞くうちにとってもワクワクしてきてね、とうとう交換しちゃったよ、大事な牛をたった一粒の豆とね。ジャック、あなたって怖い。ジャックはちょっぴり後悔したが、夜中にこっそり豆を植え、そのまま眠ってしまったよ。ごめんよ母さん、でもこれは魔法の豆なんだよ。さてさて、どうなることやら。ワクワクしながら進んでいった。いい匂いがしてきたの。わー、すごいぞ。うまそう。金の卵。でもこれじゃ食べられないよ。ここにもなりゃしない、ただの金の卵さ。おばさん、鶏？はい、鶏。これでも人間にしてもらったんだ。あいつの下手くその魔法でね、10年もかかってね、おまけにこんなところで料理まで作らされて。そりゃ美人にしろとは言わなかったわよ。でも金の卵しか産めない鶏おばさんなんて。よくはわからないけれど、ジャックはなんだか気の毒に思ってね、ニワトリおばさん慰めた。なにこれ。バカだね、あれが人食い大鬼だよ。人食い。壊れちゃうの。
て火を吹いてどんどん雲を作っては雨を集めて独り占めしてね。あ、こいつが僕たちの村をあんな風に。あ、どうしようどうしよう。あ、そんないたずら許せない。こらこら。男の子の匂いだぞ。それは前料理した匂いがフライパンにでも残ってるんですよ。そうかな。あ、そうですと。前食ったのはいつだっけな。じゃあ、あれを用意しておけ。はい。それは唯一大鬼に眠りを与える不思議なハープ。ジャックもついうっとりしていたが。この歌ばっかり、もううんざりなのよ。鳥のように自由に歌いたかったのに。あなたがお家へ帰るなら、私を連れて帰ってもよろしくってよ。いいんだよ、いつものハープの口癖さ。みんなわかっているのさ。逃げられっこないんだよ、こいつからはね。そんなことないよ。登ってきた豆の木で帰れるよ。豆の木？お前鬼にさらわれたんじゃなかったのか。豆の木で降りるなんてできるのかしら。大丈夫。でもよし、帰り道さえあれば。鶏いなけりゃ食事もできず火も吹けず、ハープがなければ眠れない。それで大鬼もおしまいさ。それは明暗と三人はね。